ッピーハニーとシラです。今日はなんととっても便利なベーラーがあるということで紹介してもらいたいと思います。はい、やってきましたこのベーラーなんですけど、はい、またね、今回もね、公式というか、モットハブの方からね、はい、引っ張ってきたもんなんですけど、もうね、多くの方が使ってらっしゃるんでね、もうみんな知ってるよっていう話だと思うんですけど、はいはいはい、これね、便利なんで、もし知らない人いたらね、ぜひ使ってみてくださいということで、紹介していきたいと思います。思います。こちらのベーラー。はい。こちらですね。こんな形してます。すごいでしょ。すごいね。なんだろうこれは。これすごいよね。かっちょいよね。うん、要はこれなんかね、集まりしてくれんの。ほう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 。本当だとウィンドウローワーで集めるのかな？これね。そうだね。本当だったらこのウィンドウローワーで集めて、うん、でその線を行った方がね効率的なんだけど。うん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 、まあ今回借りてきたこれは、はい、まあ一個こっちは買ったんだけど。これはね、自分で集めながらいけるんですよ。じゃ早速ちょっとやってみましょうか。はい、集めながらやる。そうだね、集めながらできるんですよ。じゃとりあえずベールサイズは、いつも通り標準の、220cm でねやりたいと思います。はい、ちょっと今縦でいくね。うん、よいしょ、スイッチを入れる。こうするとね、こんな感じでわーっと、おー、なくなってってる。集められる、ほら拾ってるんだ。あ、ほら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 、賢いでしょこれ。出てくる？これ 100% 過ぎたよ、ね、ちょっと待って、あれ自動オンになってっかな。これもうドゥルドゥルやったらもう勝手に出てくるんじゃない？ほんとだほんとだ、ほらほらほら、生まれる。ほら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 、生まれる。ほら、オッケー。これで、これでね、ガン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 やってっちゃえば、ちょっとこの辺ちょっとはみ出して、こっちも行っちゃう、これ。ほら、よっとー、あら、よっとー。あ、なんかとんでもないとこ、すごいね、落としちゃった。これすごいでしょ。集めて拾って、一気に拾ってくれるってめちゃくちゃ便利。そう、だから結局、ウィンドロワーと、ウィンドロワーでやる幅ぐらいの幅はこれでカバーできるんで、はいはい、もう一石二鳥感。え、めちゃくちゃ便利だね。だからベールを作るバイトとかこれ持ってったら最強だよ。それは早いわ、これは。まあ、ただ四角いベールだけだけどね。あ、ね、そうなんだ ね。四角いベール、スクエア型のやつになっちゃうけどね。うんうんうん、これも非常に便利だよね。いいね。すごいでしょ。うん、はい、せっかくなのでちょっとウィンドロワーで集めたところもいけるのか、はい、試したいと思います。これは右下の内容量の速度にね注目ですよ。うおら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 、すごいすごいすごいよ、これすごいね。100、いや、これはすごい。ブンブンって感じですね。そうだね。ハロー YouTube。 これやばいな。まあこれ今片方だけでやってるけど、もう片方あってもこのペースでいけんのかね。どうなんだろうね。なんか面白いね。すごいね。まあ見栄えがね、うん、まああんまり変わりはないんだけど。まあでもこのまんまね、本来はこのまんまね、行くものだと思うんでね。はい。こんな感じで。はい。めちゃくちゃ綺麗に並んでるね。あ、でもちょっと残ってるね。ほら。あ、ほんとだ。取りきれなかったの？やっぱりあれなんだね。多すぎちゃったんだ。多すぎたんかもしれないね。うん、なるほどね。それじゃあちょっと、また後でね、はい、拾いに来るってことで。今日はこのガチャンガチャーンとやっていくと。はい。これでもやっぱ早いね。だいぶ早いね。これでも早いね。うん、十分だよね。ウィンドローはいらないぐらいだよね。ベールにするならな話だけどね。そうだね。うん、これはベールにするならっていう感じだから。ベールにするならぜひって感じ。そうですね。うん、はい。イエーイ。これ2台でいったらね、一気にこの幅ガバッとね。ガバッと？ガバッといける。
と下手だね。すいません、ちょっとこっちすごい気使うねそれ。あとはよろしく。あとは頼んだぞ。すごいこのスピード、時短、まあ持っとってね、やっぱりね、時短するものが多いよねやっぱりね、さすが便利グッズというかね、効率がいいね、効率がいいよね。だからこの作業はやってもいいけど、この作業はつまんないみたいな人もやっぱいるから、人によってね、うん、これこのポンポンポンポーンと落ちたベールね、はい、もういい感じ でこれも一気に拾っちゃおうと思います。一気に拾う、あ、そうこの前も ね、 ね、そうこの前も紹介したローランドのね、オートローダー、オートローダー、こいつを使ってこれでドリャー、行くでー、はい、ゲットゲットゲット。ガン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 いけんねこれ。こういう感じですか。いいねいいねいいね。あ、うまいうまい。いいよ。お、お、お、いいよいいよ。お、いいね。何個詰めるんだろう。まだまだいけそうだね。今16個だねこれで。あー、しかしここでパッ。これで20だね、今ね。はい、21、22、23、24、まだまだ乗るね。これちょっとこっちのやつはもうあれね、ちょっと別の用途で使いますんで。はい。はい、こっちね。あ、これで横だね、最後ほら。あ、ほんとだ。ほら。いけるか。ほう。100% になっちゃいました。28ベール詰めました。28ベール詰めるってことだよね、うん、これ本当に便利だよね。本当ね。はい、ということで今回はちょっと短いですけどね、はい、このベーラー、ベーラー、集まりベーラーですね。はい、はい、これでね、あの食べ残しのないようにね、しっかりベールにねしていただいたらいいかなと思います。はい、時短なんでね。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。